マックス赤井のサブチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はたっぷり卵とハムサンドを食べたいと思います。よろしくお願いします。こんな感じになってます。美味しそうですよね。裏面はこちらです。この卵の部分からいきます。いただきます。この半熟っぽい感じがねいいですね。この黄身の部分がねちょっと細かく刻まれてて、またそれもいいですね。今日はガスを扱うねエアガンの関係のものをちょっと取ろうとしたんですけど、今外気温がまあ5度とかそんなんですよね。そしたら寒くて動かなくてね、もうボツですね。ちょっと暖かくならないとガスものはちょっと厳しいなと改めて思いました。ハムとなんかレタスかな、このドレッシングみたいなのがいいアクセントになってて、野菜のシャキシャキ感がいいですね。ああ寒い、美味しいですね。ああ、そしてこちらまたハム卵。うん。なんかこの薄いハムがなんか。懐かしい感じがするな。なんか学校給食の頃なんていうかな、本当のハムっていうかね、なんか懐かしい感じの味がしますね。うん、なんかこの卵の味がね、なんか独特っていうか、家でやったのとは違う感じのなんかね風味みたいなのがあって美味しいですよね。というわけでハム卵サンドイッチを食べてみました。寒い。最後までご視聴いただいてありがとうございました。